どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さいウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回は大人気、あいみょんさんの曲で、明日世界が終わるとしても、こちらの曲をこのちっちゃいウクレレを使ってガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。はい。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル、簡単バージョン。コードはですね、1,2,3,4,5,6,7 個のコードでやってしまいましょう。はい、簡単にしました。後半は、かっこいい。リズムバシバシの、かっこいいバージョン。やりますよ。最後までご覧になってください。あいみょんさんの曲やりますよ。はい。大好きな曲、憧れの曲、いつでも歌いたい。あの曲を、伴奏、自分も伴で伴奏しながら弾き語り。これ最高なので、ぜひ始めていただきたいです。で、ピアノとかギターって弾き語りももちろん夢があっていいんですけど、難しいんですよ。ウクレレだったらね、簡単ですよ。弦も4本だし、ちっちゃいので、いつでも触ってられる。なんだけれども、奥もすごい深いんですよ。なんで、もうこれずっとね、一生こう、パートナー、なんと人生のパートナーになると思いますから、ぜひ始めてください。はい、あなたにもきっとできます。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ながら動画、ウクレレ触ってるだけでどんどん弾けるようになりますからね。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところをクリックしていただいて、数字の順番通りに動画を見ながらウクレレ触っていってください。そうするとですね、あれ私今弾けちゃってんじゃないってもう30分くらいで多分なると思います。3、40分で。はい。ね、これ楽しみですね。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンここ行ってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには私が今まで撮りためた700曲ぐらいのありとあらゆる音楽のウクレレ簡単レッスン動画がすでにアップロードされております。最新 J-POP から洋楽からハワイアンから昭和の名曲から J-POP 定番曲からもうアニソンからも何でもありますんで、ちょっと先ほどのリンクのところの下の方に、いろいろジャンルボックスがあるんで見に行ってください。それでは早速やってみましょう。明日世界が終わるとしてもあいみょんさん。まずはシンプル簡単バージョンの方からやってみる。1,2,3,4今日も生きてるのです。僕は僕の守り方をようやく知ったのです。退屈な現状、それと愛情、感情同士をいつまで経っても定まらないよ。僕は僕なのにな。人の恋も愛も性も年をいつまで経っても守りきれないよ。いつから消えてしまう。やはり僕は一人では抱えきれない。もうばかりで強くなれない体に良さを求めて、この頼りない広げて迎えに来たんだよ。会いに来たんだよ。今はまだ飛べない鳥だけど、最低でも君だけを守れるように、最低でも君だけを守れるように。失うものが君だとしたら、僕が世界のどこかに君だけの居場所を作ってあげる。失うものが僕だとしたら、僕が君を守れたという証になるでしょう。この頼りない翼広げて迎えに来たんだよ。会いに来たんだよ。今はまだ飛べない鳥だけど、最悪でも僕だけはここにいるから、最悪でも僕だけはここにいるから。今日も生きてるのです。僕は僕の守り方を知りました。そして君のそばにいると決めました。イエーイ。
せーの、じゃらじゃん。あいみょんの明日世界が終わるとしても、まずはシンプル簡単バージョンやってみました。もちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレのショートカットバージョンで2番を、今ショートカットさせていただいておりますので、やりたい方は加えてください。で、動画の中のテロップ見ながら一緒に演奏してできるようになった後は、自分だけの歌本を作って2番とかも書いていただいて、それを見ながら演奏するのがいいと思います。ちょっと今日はですね、なかなかこれ細かいんですけど、言葉がすごい多いんでね、このノートを見てちょっと参考にしてください。これはまずアカペラで始まるというね、イントロがね。で、ここイントロやりまして、これいつものように下に書いてあるこのはかっこいいバージョンでやりますからね。こう決めって書いてあります。で、ここからAメロが始まりまして、まずこの辺一時停止で、じゃあどうぞ。ここBメロね。はい。で、ここダダダダダって書いてある。後半のかっこいいところが盛り上げてきますよ。はい。じゃあ次のところ、ここがサビですね。で、ここにちょっとね、まあ、いや、ひとまず後で解説します。ここラストって書いてあるんです。これはね、まあまあ、ひとまず書いてくださいね。で、ここブリッジパートですね。失うものがーんところ。ここら辺がまあ、なんともこう、味のある感じだと思うんですけど。こういうキメとかいっぱい書いてあります、この辺。あ、で、ちなみにこっから、ブロックがちょっとちっちゃくなってます、入りきれなくなっちゃってですね、このスペースがここになってますから、要注意ですね。はい。そのおかげでこの歌詞がもう書ききれなくなっちゃってるんですけど、ここら辺に決めが多いんで、これ後でも解説しますけどね。はい、ダダダって言って、ここ行ったらですね、サビへ行くんですよ。サビに戻る。またここサビに戻ってきます。それでサビに戻ってきて、ここのところ、最低でも、君だけは守れるようにという歌詞が、ラストのところは、最悪でも僕だけはここにいるからというふうに変わるという意味でこれ書いてます。歌詞が変わりますね。で、ここが終わったら、エンディングですね、ラスト。また、ドア玉のこのフレーズで、ちょっと、こう、しっとり終わるという感じですね。はい、この辺も書いておいてください。まあ、テロップと見合わせながら、書き込んでいくのがいいと思います。じゃあ、出てくるコードの解説、先ほども言ったんです。コード7個です。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7。このコード7個で、あいみょんの明日世界が終わるとしてもやってみました。はい。このコードはこれですよ。ガズレレ必須コード。ガズレレ必須コードというのは8個のウクレレ入門用簡単コードの8個のグループのことを言います。コードっていうのは星の数ほどあるんですけど、全部覚えようとしなくていいです。まずは、ウクレレでね、せっかく音楽始めようと思った方、この8個のコードをとにかく最優先で覚えてください。そうすると、それを足がかりにまた音楽にいろいろ広げていっていけるんですけど、この8個を覚えると、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで やってる曲、ほとんどの曲、8割9割が一緒に演奏できますので、最優先で覚えてください。今、ここにね、リンクあります。このリンク先は今のこのガズレレ必須コードをめちゃくちゃ分かりやすく解説している動画なんで、ここでコードの勉強してくださいね。コードはそういう意味では入門コードだけで収まってます。安心してください。ではここからかっこいいバージョンに入っていきます。かっこいいバージョン、ズバリやっぱりリズムですね、リズムがちょっとやっぱりこのあいみょんさんの曲16ビートのチャでやってみようと思います。16ビートのチャっていうのはちょっと A メロでやってみますよ。こんな感じ。退屈な現状、それと愛情、感情、どうしよう、いつまで経っても定まらないよ、僕は僕たかたか、なんだかなんだかなんかじゃ、ジャスジャス。これ16ビートのチャというリズムなんですけれどね、16ビートのチャ。これはね、かっこいいんですけど、ちょっと難しいです。ここに弾き方の解説のところ、このリンク先に行ってもください。このリンク先は、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページがあります。その中から、16ビートのチャという動画を見て練習してほしいんですけど、16ビートのチャはいきなりはできないんで、まず8ビートをマスターして、8ビートのチャをマスターした後に、16ビートに入っていって、こういう段階を経て、マスターしてみてください。基本的にはそれになります。で、この曲はですね、いろいろ決めが多い。まずね、一番最初からどんどん行こうか。ここに決めがあります。Am、Am、Am、G7、決めって書いてある。これ、ここね、イントロなんですけど、ちょっとやってみましょうね。最後の G7、一回アップ。じゃんじゃかじゃんじゃ、ジャスカジャ、バジャーン。決めですね、これ。イントロです。はい、こんな感じでいろいろ決めが入ってきますよ。で、次に応酬で出てくるのはこのマーク、この矢印マーク。これはシンコペーションといって、リズムが前にドーンと入ってくるやつを言います。リズムが前にドーンと入ってくる。ちょっとそれどこで出てくるかやってみましょう。ここのやはり僕は一人では、ここのところにこの矢印が書いてある。ここは行きます。テロップにも出します。ワン、ツー、スリー、フォー。やはり僕は一人では、こう
じゃんじゃじゃポン、どっちもでんでんパン、わかるかな、じゃんじゃじゃパン、じゃんじゃじゃパンって、この前に、例えばここで言うと Em7 の後の Am が前にドンと食い込んでくる、その次の F と C だったら C が前にドンと食い込んでくる。もう一回いきますよ、やった僕は一人で、 C がこう食う、ジャンスかジャッジャンジャス、これをシンコペーションと言います。このビートが結構多く入ってきますね。サビの中でもそのパートがあります。それ要注意です。見といてください。で、あと、まあ今のはコード2つにまたいだシンコペーションだったんですけど、コード1個のところでも決めとか入ってくるんですよ。まあ、ここ、例えばここなんですけど、最低でも君だけ守れるよ、ジャンスがワッカーン。これも一応決めって書いておきますね。決めって書いてあったらそのシンコペーションで食い込む感じ。ジャンジャジャッとパーン。同じコードでもそうです。違うコードであれば、ジャンジャジャッパーン。同じコードであれば、ジャンジャジャッパーン。こんな感じでございます。このシンコペーションマークと決め。ここポイントになります。はい。あとはですね、あ、さっきも言ったんですけどね、サビの前とかシンプルにダダダダダとかに、実はここにも書いてあるんですよ。このブリッジパートが一番最後のところにも、ここだ、ダダダ、ちょっと字がちっちゃいけど、ここもダダダになってる。あのテロップ内で表記しとくんで、ダダダダダも決めてくださいね。はい。で、あと一番最後、また歌、アカペラっぽくなるところとね、今日も生きているのです。その最後のここにも決めがありますね。ここちょっとやってみようかな。ラストのとこね。今日も生きているのです。僕が僕の守り方を知りました。そして君のそばにいるとここです。ジャンツジャスカジャカジャ決めました。F からダダダ G で止まる。ジャンジャジャンジャジャジャ決めました。これエンディングの一番最後のとこです。はい。この辺のことをちょっと肝に銘じてというかです。これちょっとキメが入るとやっぱだかっこいいんでね。はい。じゃあ軽やかな感じで、行ってみたいと思います。あいみょんの明日世界が終わるとしても、ガズレレリューかっこいいバージョン。やってみる。1,2,3,4。今日も生きてるのです。僕は僕の守り方をようやく知ったのです。うんでせーの、じゃじゃん。
明日世界が終わるとしても、かっこいいバージョンやってみました。やっぱリズムが入って、こう、グルーブが、入ってくるとまたね、曲の表情がガラッと変わると思うんですけど、この言葉のリズムと、この右手のリズム、はい、これがこう合わさるときにまた気持ちがいいと思います。ちょっと言葉が多いんで、なかなかね、難易度は高いですけど、歌の乗せ方が難しいですね、やっぱり。まあリズムももちろん、この、シンクロさせるのがちょっとやっぱり難易度高いかなと思うんですけど、これはね、ぜひ、皆さん楽しんでやってくださいませ。はい、ありがとうございます。ガズレレではですね、いろんなイベント、あと出版、本もいろいろ出してます。あとこのウクレレ売ってたり、グッズ、あとホームページの情報もありますんで、ぜひこの後ご案内しますんでご覧になってください。で、ウクレレ弾いてね、楽しいなと思う方、いろんな方に教えてあげてくださいね。楽しい人が増えるとまた自分も楽しいですからお願いいたします。ではご案内ご覧ください。ありがとうございました。どうぞ、ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ、こちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい。で、イベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日、四日市。3月31日は、浜松行きまーす。ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生ってばっかり。僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることが、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちら、ぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など、書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっち、リッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け。これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部。もう全部手書きですよ。このさっき見せた、こういうのが全部スキャンされて、ちっちゃい、このね。これです、これ。はい、ガズレレ歌本。こんな感じで出てます、ね。1冊につき50曲入ってて、ボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん、CD も出してるんでね。レッツゴー最高。これ CD なんですよ。はい、こっち。かっこいい版と、練習版の CD。これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください。お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで、CD。お願いします。ああ、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレで。もうね、伝えたいことがいっぱいです。大変です。フォローしておいてください。ホームページ、見てください。それでは、また音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう、皆さん。楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やして、自分も豊かな。最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。